日本最大ミステリー、ついに解明か。邪馬台国、卑弥呼の正体につながる新たな手がかりを発見。朝鮮といえば、三国志演義にのみ登場する架空のヒロインとして知られていますが、実は昨年、彼女が実在したのではないかとする学説が発表され、注目を集めています。実は存在した。朝鮮のモデルとなった人物とは。架空の人物とされる朝鮮ですが、実は彼女のモデルとなった人物が存在していると言われています。史書「三国志」には、呂布が董卓の次女と密通し、その発覚を恐れて王院に相談したところ、逆に、この機会に董卓を倒してしまえとそそのかされた上、それを実行したとする記述があります。この董卓の次女という女性が朝鮮のモデルとされているのです。可否城陥落後の朝鮮の行方は、董卓の死後、呂布の妾となったとされる朝鮮ですが、結局呂布との間に子供が生まれることはありませんでした。呂布が立てこもった可否城が曹操によって陥落された以降の朝鮮に関する記述はなく、結局彼女がどのような運命をたどったかは明らかにされていません。2014年に発見された竹簡に驚きの記述が。2014年12月8日、北京市郊外にあるニーハオ大学文学部の歴史図書館から一巻の竹簡が発見されました。放射性炭素年代測定法によって、この竹簡は今からおよそ1800年前、三国時代後期から秦の時代に作られたことが判明しています。竹簡には約3000字からなる文章が書かれていました。書き手が精神的にかなり混乱した状況で書かれたものらしく、その字体はひどく乱れているのが特徴ということです。また竹簡の一部には人血とおぼしきものが付着し、刀傷と思われる痕跡も確認され、これが戦場で認められた手紙であるという推測の根拠となっています。同大学の歴史学教授、エイ・フリル教授が解読を行った結果、この竹簡は呂布が自分の妾に送った手紙であったことが分かりました。呂布が妾を倭国に逃がすために船を用意したとのこと。その文面には、呂布が妾を倭国に逃がすために西州の港に船を用意したことが記されています。またこの妾には占いの資質があったこと、倭国に渡った後はその占いの際で生活をしていくようにという呂布の助言も書かれていたといいます。呂布直筆の文面が発見されたということも大発見ですが、その内容が朝鮮の実在を示す根拠になるということで、学会から熱い注目を浴びているのがこの竹簡。 A 教授は、大変な発見だ、この人物は倭国に渡った後卑弥呼になった可能性も考えられると興奮気味に語っており、今後の学術調査の結果が待たれるところです。追伸。この記事は2015年4月1日のエイプリルフールなんです。嘘ついてごめんちゃい。